星の彼方からやってきた正義のヒーロー、その名もソニックブラストマン。だがヒーローに休息はない。戦え、愛と正義のために。突如巻き起こる様々なアクシデント、世界を救うヒーローは君だ。ほほう、少々手強そうだが君にかけてみるか。ここは私の出番だな。私のパンチを受けてみろ。悪党の脅しに屈することはない。見事だったぞ。まんまと強盗にしてやられたな。くじけずに再挑戦だ。おめでとう。君の活躍で無事町の平和が守られたぞ。力及ばず暴走する車輪の下に、さあもう一度立ち上がるんだ。選択ボタンでモードを選択し、決定ボタンでモードを決定します。武器は己の両の拳のみ。目指せ全ステージ制覇。対戦モードでは一度に4人までのプレイが可能。さっさと後ろ。おかしな真似しやがったら撃つぞ。てめえよくもやりやがったな。後悔しやがれ。てめえよくも後悔しよう。最強のヒーローは誰だ。おとなしくしてろよ。金だ、金を出せ。おら、さっさとしろ。おかしな真似しやがったら撃つぞ。どうした、さっさとしやがれ。早くするんだよ。金だ、金を出せ。肌
でも、逃げるって言ったって一体どこに？ステージクリア、おめでとうございます。銀行強盗犯は全員逮捕された模様です。暴走トレーラーは無事停車した模様です。恐竜たちは皆土に帰った模様です。巨大海生生物は深海に帰った模様です。隕石は破壊され、地球の危機は回避された模様です。別のステージにもぜひチャレンジしてみてくださいね。残念でしたね。銀行強盗犯は現金強奪して逃走中です。臨時ニュースです。銀行強盗事件が発生した模様です。暴走トレーラーは制止を振り切り、現在も走行中です。恐竜たちは研究施設から逃げ出してしまいました。巨大海生生物は未だ洋上で暴れ回っています。隕石は地球に落ち、私たちは今コンティニューするとノルマが下がって再挑戦できます。もう一度、頑張って。犯人は現在も校内に留まり、現金を要求中です。臨時ニュースです。市内で大型トレーラーが暴走している模様です。現在も警察の制止を振り切って逃走中です。臨時ニュースです。研究施設で恐竜が逃げ出した模様です。現在、施設の研究員が事態の鎮静化に当たっています。臨時ニュースです。太平洋沖で、巨大海生生物が確認された模様です。航海中の豪華客船が襲われていて、決死の応戦中です。大変です。臨時ニュースです。地球に隕石が。よくやった。彼らには気の毒だが、これも自然の断りかもしれんな。飼い犬に手を噛まれるどころか、君はもう一度チャレンジだ。素晴らしい。これで大海原はまた以前の静けさを取り戻すだろう。哀れ、船もろとも海の木屑と化したか。無事地球の平和は保たれたか。あとは君に託すぞ。無念。私たちの青き地球は、私にもう一度力を。もう一つ難易度を上げての挑戦も待っているぞ。さらなる高みを目指すべく、ここで鍛えるのもいいかもしれんぞ。決して勝てない相手ではないぞ。しかし、急がば回れ。難易度を落として再挑戦するのも悪くないぞ。そこの君、このグローブを貸そう。君のパンチを見せてやれ。はっ、たっ、チャーン。なんとか隕石の破壊には成功できたようだな。しかし、老いたな。もう指一本動かす力もない。ここまでか。しかし悔やまれることは何もない。今なおあの星には力強くも頼もしい彼らがいるのだから、大地に根ざす希望の星々を守り、大空にきらめく無数の星々の一つとなれるのなら、力ずくで止めるしかなさそうだな。このグローブを使いたまえ。本望という他はない。さらば青木星の子供たちよ、我が拳は星となって君たちを見守るだろう。その力、愛と正義のために存分に。君のパンチを見せてやれ。君のパンチを見せてくれ。君のパンチを見せてやれ。私のパンチを受けてみろ。君たちのパンチを競い合え。うん、海の親である君自身の手で決着をつけるんだ。お、うわぁ。よし、いいぞ。やったな。と、た、て、わ。選択ボタンでステージを選択し、決定ボタンでステージを決定します。ステージごとに難易度、ノルマが異なります。2発のパンチのスコアがノルマを超えると、ステージクリアです。3発のパンチのスコアがノルマを超えると、ステージクリアです。2人のプレイヤーで1発ずつ、順番にパンチします。3人のプレイヤーで1発ずつ、順番にパンチします。4人のプレイヤーで1発ずつ、順番にパンチします。2発のパンチのスコアの合計が、最も高いプレイヤーの勝利です。3発のパンチのスコアの合計が、最も高いプレイヤーの勝利です。グローブを、必ずはめてください。レディー、ゴー！コングラチュレーション！ランクイン！コンティニュー！ゲームオーバー！ソニックブラストヒーロー！ You win！ まっすぐ、パッドの中央を殴ってください。離れず、近くから殴ってください。危険なプレイを行わないでください。これらを守らないと、怪我をしてしまう場合があります。手記を帯びている場合や、拳や手首に異常がある場合は、プレイしないでください。周囲の人や物に触れないよう、気をつけてください。足元にご注意ください。ハイヒールやスリッパ、
裸足などでプレイしないでください。神様、神様、助けて、もうダメか。